ヘルヘンのグリム兄弟グリム兄弟8.410783秒猫とネズミとお友達ある猫が初かネズミと知り合いになり、猫がネズミに、あなたをとても好きだし友達になりたいんだ、とし切りに言ったので、とうとうネズミは猫と一緒に暮らし家事をすることを承知しました。だけど、冬に備えなくてはいけないね。そうしないとひもじい思いをするよ。 と猫は言いました。それでネズミくん、君はあちこちで歩けないよ。そうしないといつかは何かかるだろうからね。親切な忠告に従い、一坪の死亡を買いましたが、その壺をどこに置いたらいいかわかりませんでした。だいぶ考えた後、とうとう猫が、それをしまっておくのに教会よりも良い場所はわからないね。だってそこからは誰も物を取っていかないからな。 祭壇の下に壺を置いて、本当に困るまでそれに触らないでおこうよ。と言いました。それで壺は安全な場所に置かれましたが、間もなく、猫はそれがとても欲しくなり、ネズミに言いました。ネズミくん、話したいことがあるんだ。いとこが息子を産んで、僕に名付け親になってもらいたいと頼んでるんだよ。その子は白に茶色のブチで、 洗礼の時洗礼盤の上で抱くことになっているんだ。今日は出かけさせてくれ。それで君だけでうちのことをやってくれ。ええー、ええー、とネズミは答えました。もちろん言ってください。それで何かとても美味しいものをもらったら、私のことを思い出してくださいね。甘い洗礼の赤ワインを一滴私も飲みたいわ。ところが、これは全部嘘でした。 テコにはいとこがいないし、名付け親にも頼まれていませんでした。テコはまっすぐ教会へ行き、死亡の壺に忍び寄り、舐め始め、死亡の上端を舐め尽くしました。それから町の屋根の上を散歩し、めぼしいものはないかと眺め回し、日向で長々と寝。そべり、死亡の壺を思い起こすたびに唇を舐め、夕方になってやっと家に戻りました。 あら、お帰りなさい、とネズミは言いました。きっと楽しい一日だったでしょうね。暗示うまくいったよ、と猫は答えました。名前は何手つけたの上なしだよ、と猫はまるっきり涼しい顔で言いました。上なしですって、とネズミは叫びました。それはとても変な変わった名前ね。あなたの家では普通の名前なの。それがどうしたんだい 君んとこの名付け子たちが呼ばれるみたいなパンクズ泥棒よりマシだよ。と猫は言いました。まもなく、猫はまた舐めたい発作に襲われました。猫はネズミに、お願いがあるんだが、もう一度一人で家を切り盛りしてもらいたいんだ。また名付け親に頼まれてね。首の周りに白い輪がある子供なのでね、断れないんだ。 と言いました。お人よしのネズミは了解しました。しかし、猫は町の塀の後ろを忍び歩いて教会へ行き、壺の脂肪を半分食べてしまいました。独り占めして食べるものほどうまいものはないな。と言って、今日の仕事にすっかりご満悦でした。家に帰ると、ネズミは、今日の子供は何て名付けられたのと尋ねました。半分終わりさ。 と猫は答えました。何を言ってるの生まれてこの方そんな名前聞いたことがないわ。敵にないってかけてもいいわよ。まもなく猫の口はもっと舐めたくて唾が出始めました。良いことは三度ある、と猫は言いました。また名付け親に頼まれてね。子供は真っ黒で、足だけ白いんだが、それを除けば全身一本も白い毛がなくて、 こういう子は何年かに一回しか生まれないんだよね。行かせてくれるよね。上なし、半分終わり、とネズミは答えました。とてもおかしな名前ばっかり、どういうことかと考えさせられるわ。君は濃いネズミ色の毛皮を着て、長い尻尾で家にいて、いろんな空想にふけっているんだろ。そんなのは君が昼間外出しないからだよ、とネコは言いました。 猫が留守の真ネズミは家を掃除し、片付けましたが、ガメツイ猫はツボの脂肪をすっからかんにしてしまいました。すっかり食べてしまうと落ち着くな、とお腹をいっぱいにして膨らました猫は一人ごと言を言いました。そして夜になってから家に戻りました。ネズミはすぐに、三番目の子供は何という名前になったか尋ねました。 他の子たちよりもっと君の気に入らないだろうね。と猫は言いました。その子は全部なしだよ。全部なしですって。とネズミは叫びました。それは一番怪しい名前ね。印刷したものにも見たことないわ。全部なし、一体どういう意味かしら。そしてしきりに頭を振っていましたが、そのうち丸まって横になり眠ってしまいました。 この時からは誰も猫を名付け親に呼ばなくなりました。しかし、冬が来て、もう外で何も見つからなくなると、ネズミは蓄えておいた食料を思い起こし、ねえ、猫さん、自分たちのためにしまっておいた脂肪の壺のところに行きましょう。美味しいでしょうね、と言いました。そうとも。と猫は答えました。 君がその贅沢な舌を窓から突き出して楽しいのと同じくらい美味しいさ。二匹は出かけましたが、ついてみると、脂肪の壺は確かにまだその場所にあったものの空っぽでした。あ、どういうことか今分かったわ、今はっきりした。あなたは本当の友達ね。名付け親をしていた時全部食べちゃったのね。最初は上なし、それから半分終わり、それから、 黙れ。と猫は叫びました。あと一言喋ったらお前も食っちまうぞ。天部なしはもうかわいそうなネズミの唇に来ていて、それを言った途端、猫はネズミに飛びかかり、捕まえて飲み込みました。